皆さんこんこにちは今回はですね UI ツールキットについての話をします UI ツールキットは新しい UI のフレームワークでエディターとランタイムとまあ両方に対応しているというのが大きな特徴になっていますですが今回するのはですねランタイム側のお話ですねちょっと長くなってしまうかなと思うので前半と後半とに分けてですね2回に分けてお届けする予定です前半にあたる今回は UI ツールキットの入門的な話に始まってですねここのような UI を配置すするるところまでで進める予定ですその後に続く後半のパートではインタラクションを与えたりとかですね他のプリセットと同様にシンボル化して簡単に呼び出す方法なんかをお伝えしようかなというふうに思っています。では早速進めていきましょう 現在ご覧いただいているのは Unity の URP の新規プロジェクトですバージョンは2023.1ですね今回に限っては、まあ、2022でも問題ないんですけれど次回新しい機能を使うことになるので次回を含めてですね同じように試してみたいという方はですね2023をお使いいただければというふうに思いますで最初にすべきことはシーンに UI ドキュメントを置くことです、えー、こちらから UI ツールキットのドキュメントを選びます。UI ドキュメントは UI のマネージャーです新に置くことにより UI ツールキットフォルダーが自動的に作られますそして設定すべき項目が2つあって1つがパネルセッティングですねこちらになります特に重要なのはスケーールモードです。これはゲーム画面の解像度の変化に対して UI をどのようにスケールさせるかを決めるためのものです UV のキャンバススケーラーにも同様の設定があるので、まあ、見覚えのあるという方も多いんじゃないでしょうかね3つほど選択肢がありますがススケーールウィズズクリーンサイズは解像度が変わっても同じ比率を保つような方法ですそれ以外の選択肢はパーツの大きさをピクセルに対し固定させるような方法です今回はスケールウィズスクリーンサイズを選びます解像度はフル HD にしておきますそしてこちらのソーサーセットですね ここには新規でですね UI ドキュメントを作りカードという名前にしてですね割り当てておきますではこのファイルをダブルクリックしてですね開いてみましょうこのようにですね UI ビルダーが立ち上がります UI ビルダーは UI ツールキットの中心となるツールですまずはエディターのテーマを確認してください 今回はランタイムの UI を作るので、ここが Unity デフォルトランタイムになっていれば OK ですえ。続いてはキャンバスのサイズを決定します。現在は 800×400 が入っているので、まあこれでいいかなという感じですが、もしこれより小さい値が入っている場合は、ある程度広げておいた方が作業がしやすくなります。ではオブジェクトを作っていきましょう。まずはこちらのビジュアルエレメントをですね、ドラッグドロップで追加します。 このビジュアルエレメントは最も基本的な UI パーツであり画像などを表示させることができますまずはカラーを指定しますカラーはこちらのバックグラウンドから指定できますはいこんな感じでネイビーっぽい色味にしておいてですねアルファも上げておきました続いてはサイズを指定しますピクセルに変更して 5 6 0の1 8 0としておきますこれでサイズが変わったと思いきやちょっとおかしなことが起きています確かにこれ横幅は560ピクセルなんですけれど縦が目一杯伸ばされてしまってますよねこれはこのフレックスのグロウこの部分にですね位置が指定してあることが原因ですグロウは余白があった部分にそれを埋めるかどうかを決めるためのパラメーターなんですよね今回はこのグロウの部分にゼロを入れることで はいこのようにですね下方向へ伸びないようにできます隣のシュリンクはオブジェクトののののサイズより小さいい場合の振るる舞いを決めるためたのものですちなみにグローをゼロにする方法として今単純にあのゼロを入力しましたが実はですねこの辺の右クリックからこの「アンセット」というのを選ぶことでもですね同じようにできますちょっとこれあえて一旦1に戻して試してみましょうアンセットを選ぶとですねこんな感じですね ここまでですでにお気づきの方もいると思いますが何かしらの値を変更した場合パラメーターの左に白い線が入りますこの仕様はプリファブと同様でつまり変更してあることを示すためのものです一部のパラメーターはデフォルトからすでに変更が与えられた状態なので右クリックからアンセットを選ぶことでですね今みたいに変更前に戻すことができるというふうなわけですこの操作はかなり重要なのでぜひ覚えておいてください 続いては配下のオブジェクトを作っていきましょう先ほどと同様にビジュアルエレメントを作ります今度は続けて3つほど作りますそれぞれリネームしていきます1つ目はルート2つ目はライン3つ目をですねサムネイルとして最後がテキストエリアとしますそしてこのライン以下の3つをですねルートの中に入れてしまいます すべてカードの中のものなのでこう含めてしまうというふうなわけです、えー、現在はですねこのように縦に並んでいるのがわかると思いますなんですがこれ横に変更しようと思います、えー、やり方はですねこのルートを選んで、えー、こちらですねフレックスのディレクションからこちらのボタンを押しますはいこれで確かめてみると左から右になっているのがわかると思いますさあではラインを調整していきましょう まずはサイズですね。サイズの横幅を15ピクセルとして、縦をですね、今度はパーセントの方を選び100を入力します。先ほどと同様にですね、今度は横幅がなんか広がってしまっているので、フレックスをですねリセットすることで解決しました。 それから色を変更しておきます。こちらのカラーからこんな感じの水色っぽい色にしてですね、アルファを上げておきます。さあこれでいい感じにはなったと思うんですけど、最後にですね、ポジションモード、ここですね。ここをアブソリュートに変更しておきます。このポジションモードは同じ階層にあるオブジェクト同士の並び方を決定します。 デフォルトのレラティブであれば他のオブジェクトの影響を受けて1列に並ぶんですけれどアブソリュートであれば他のオブジェクトとの相対的な座標が無視されて座座標標指定しななない限りりりは同じにに重なり合うようよます今回は3つのオブジェクトを左から配置するのですべてレラティブでも問題ないんですけれど今後インタラクションを与えた際にですね少し困ったことになっちゃうんですよね。というのは オンマウスでこの水色の部分を広げたときにですね、他のオブジェクトが押し出されてしまうんです。このようなことを避けるために LINE だけはですね、ポジションモードをアブソリュートに設定しておきます。えー、続いてはサムネイルの設定です。まずは画像を設定しておきましょう。こちらから、えー、画像を指定しておきます。サイズを調整する必要があるので、えー、こちらからですね、1 4 0かける 140ピクセルを指定しますこのように入力してみましたが思ったような結果になってないですよね先ほどと同様にフレックスの影響ですアンセットしておきますそれから上下左右に余白を置きたいのでマージンを調整しますマージンはこちらですね左を35にして残りそれ以外のものを全部20にしておきますいい感じになりました 最後にですね丸く切り抜きたいのでこのボーダーというところからはいこちらですね70に設定しておきます幅が140なのでこれだけで1000円に切り抜かれるというふうなわけですさあ続いてはテキストエリアを見てみましょうこちらですねえここには2つのテキストが含まれるのであらかじめテキストを2つ作って入れておきましょうこのラベルというのをドラッグドロップしておきます またもう一回ドラッグアンドドロップで入れておくというふうなわけですね、えー、フレックスパネルを見てみるとあこれ既に縦になっているのでテキストは縦に配置されています高さに対して中央にしておきたいので、えー、アラインからこのアイコンを選んでおきますはいこれでこんな感じで、えー、いわゆる天地中央揃えになりました 名前のラベルを変更していきましょうまずは1つ目のラベルを「ネーム」という風にしておきますそして2つ目は「ディスクリプション」という風にしておきますネームのフォントサイズを変更しておきましょう大きさを32にしてボールドにしておきますそしてカラーもですね今黒くなっているので白くしておきました テキストの内容もラベルからネームに変更しておきますディスクリプションの方はですねテキストの大きさを24にして色を白にしておきますこちらは複数行を前提としているのでこのラップモードをですね、折り返しありに変更しておきますそしてテキストのところには適当な文言を入れておきますこんな感じですねこれでカードのレイアウトが完成しましまた。 続いてはフォントを変更していきます。UI ツールキットでのフォントの扱いはテキストメッシュプロとあんまり変わりません。一旦 UI ビルダーは閉じておきます。まず使いたいフォントデータをですね、こんな感じで Unity の中にアセットフォルダの中に入れておきます。今回はですね、こちらのロボットフォントを使うことにします。メニューからフォントアセットクリエイターを選んでおきます。 使いたいフォントのアトラスデータを作成しますまずはこのロボットのレギュラーからですねレギュラーを選んでジェネレートフォントアトラスボタンを押すだけですちなみに中国語とか日本語とか韓国語などまあ、2バイト文字を扱うのであればですねこちらのキャラクターセットからカスタムキャラクターを選んでですね使う文字を指定する必要があります、まあ、今回使うロボットフォントはオーブンフォントなのでこういったことは特に必要ありません ジェネレートフォントアトラスを押してはいこちらでセーブしておきます、えー、同様にボールドフォントもですねアトラス化しておきましょうというわけで同じファミリーのフォントを2種類書き出しましたがレギュラーの方を選んでですね、えー、このインスペクターの下の方にあこれですねこのボールドのところにですね このボールドフォントのものを登録しておくことにより2つをまとめてしまうことができますもう一度 UI ツールキットの UI ビルダーに戻りましょうフォントの指定は対象となるフォントオブジェクトで行うことが基本ではあるんですけれど親オオブブジジェェククトトにに与えてておけば下の全てのす反映させることができますつまりルートやテキストエリアなど、まあ、上位の階層に与えておけばですね自動的にネームとかディスクリプションにも反映させることができるというふうなわけです というわけでテキストエリアにですねフォントを与えておきますこちらをフォントアセットに切り替えて先ほど作ったレギュラーの方ですねアサインしておきますこれでネームとディスクリプションの両方にですねフォントが反映されましたここで現在の状況をまとめてみます今回はカードの UI を構成しデザインを与えましたヒエラルキー上ではこのようなものになっています この構成情報は冒頭で作ったハード UXML という UI ドキュメントにまとめられています。えー、この部分ですね。こちらのアイコンから IDE などで確認および編集することも可能です。さて現在は構成要素もデザインも UXML ファイルの中で一色足になっているような状況です。しかしながら Web の世界が HTML、CSS、JS というファイルごとにですね、こう役割があるのと同様に。 UI ツールキットも UXML、USS C、C シャープとそれぞれの役割を分けることが基本ではあるんですよね。この図を見てもらえればだいぶウェブに似ていることがわかりますよね。この原則に従い UXML に記述されたインラインスタイルの一部をですね USS に分離してみます。切り出すことで再利用が可能となり、まあ、UI としての一貫性を保つことができるだけでなく、まあ、インタラクションなんかもですね実装しやすくなるというふうなわけです。 左上のスタイルシートからこちらの「Create、え、n ー w USS」エー US を選びますそして、えー「カードというふうな名前で保存しておきましょう、えー、書き出す対象を選んでこちらですねこちらに「c a r という入力しルートに割り当てられたスタイルを全て USS ファイルに書き出してみますはいこんな感じですねインスペクタから変更を示す白いラインが消えて「カードというタグが追加されています つまり直接書き込まれていたインラインスタイルがカードというクラスに移行したというふうなわけですこのカードをクリックするとですね先ほどと同じ内容になっているのがわかると思います同じようにラインの方もですね書き出しておきますラインと入力してエクストラクトボタンをクリックしますこれでですね2つのクラスが書き出されインタラクションを与える上での準備が整いました 今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。